はい、皆さんこんにちは。こんにちは。前野隆史です。前野まどかです。今日はですね、アドラー心理学×幸福学をつかむ幸せに生きる方法、はい、この中からですね、喧嘩をしてしまった子供とそのお母さんの会話。はい、よくあるシチュエーションですね。そうですね。はい、はい、いきます。子供の役ですね。そうですね。私、あのお母さん。はい。喧嘩しちゃったんだって？もうダメじゃない。いや、あっちが先に叩いてきたんだよ。でも相手が叩いたからって、こっちがやり返したり叩いたりしたらダメだっていつも言ってるでしょ？どうしてそんなことするの？だってあっちが叩いてきたんだから、しょうがないでしょ。という感じで、まあ怒られたらですね、怒られても、まあなかなか反省しないのが、人間というもんですね。はい、どのように言えばよかったでしょうか。喧嘩しちゃったんだって？もうダメじゃない。でもあっちが先に叩いてきたんだって。そうなのね。それは嫌だったでしょうね。なんか痛いとことかあった？痛いし、嫌だったよ。だいたいおもちゃくらいでひどいよ。ちょっと借りただけなんだよ。そうなのね。でもその子はその時どんな気持ちだったのかな？まあ、ちょっと借りただけなんだけど、もしかしたらいきなりこう借りたから取られたって思ったのかもしれないね。そうね。いきなりこう横取りね、持ってかれちゃったって思ったのかもしれないわね。確かに、そうだとしたらちょっとかわいそうだね。そうね。おもちゃを取ったんじゃなくて借りただけだったんだよって言いに行こうかな。それがいいわね。そうしよう。はい、いかがでしょう。これなかなか難しいとこですよね。まず最初に喧嘩した子供に対してお母さんは共感してますよね。それは嫌だったでしょうね。痛かったってとこありますね。それから、横取りされた気持ちになった子供に対して、相手の気持ちにも立ってたっけ？相手の気持ちにも、どんな気持ちだったと思う？ああ、そうか、そうか、そうか。だから、子供の気持ちになったり、相手の気持ちになったりすることによって、で、子供の方も、最初は共感されて、ほっとしますね。やってみてわかりますけど。そうですね。それから、相手がどういう気持ちだったと思う？あ、そうか。横取りしたつもりはなかったけど、向こうから見たら横取りした感じになってたように感じたかも。っていう気づきですよね。これが高度ですね。子供はなそうかでなすかできね。ない。で、今、すごいなと思ったのが、じゃあ、今度は貸してって、例えば、言ってみてって、お母さんが言うのではなく、自分で、とりあえず、ちょっと、取ったんじゃなくって、借りただけだったんだよ、ちょっと貸してねって自分で言ってみるって今言ったので、自分でそれを解決策を見つけてるっていうのが素晴らしいなと思いましたね。お母さんはね、こう共感したり、こう質問で聞くだけでね、本人がこうやればいいんじゃないかっていうのをちゃんと引き出してるっていうところがすごいなと思いました。ああ、そうですね。まさにコーチングの素晴らしさでもありますし、このアドラー心理学っていうのは複雑な体系があるんですけども、相手の気持ちに立つっていうのはこの主観主義ってやつですね。主観。そう人です々の主ね。観っていうものにちゃんと立ちましょうっていうこと。それから目的論、いつも出てきますけど、相手の、やってしまったことを怒ったりするんじゃなくて、そもそもどんな人になってほしいかという目的のところに着目すると、もう聞き方も答え方も変わってくるってことでそうすでよね。すね。まあ、この例はこの子が割と、なんでしょうね、理解力があって、短い会話でこうどんどん話が進んでいくようになってますけど、多分もっとですね、いやいや違うんだ、相手が悪いんだよ、みたいな子供だったら、でも相手の気持ちに立って考えてごらん、みたいなことをもっと丁寧にやる必要があるのかもしれないなとは思いますけどね。そうですね。あとはやっぱりたっぷり共感してあげて、なんか自分の思いも分かってほしいっていうのはやっぱり子供はあるので、最初ね、共感せずそにダメだって言っこを、てるでしょ、のお母さんと痛かったんじゃないって言われるのと、最初にね、と共か感ね。されてほっとした後で、でも確かに悪かったかもなってなりますね。ダメじゃない、謝りなさいだと嫌だってなりますけど。そうですね。なんか悪いことをしたみたいなことを親からこう言われるっていうのが、本人はやっぱりちょっとね、お友達とか先生にも怒られてるかもしれないので、もう十分分かってるので、やっぱりそこはもう、そこを追求するのではなく、やっぱり共感してあげるっていうのが大事ですね。共感ですね。アドラー心理学いろいろありますけど、こ
この共同体感覚のところだけすごく強調してるじゃないですか。はい、アドラーで一番大事なのはこの哲学の中の共同体感覚なんです。うん、共同体感覚っていうのはまさにみんなは、ね、みんなと自分は一緒に生きてるっていう感覚。うん、共感してもらうことによって子供は、あ、一人じゃないんだと。一人だけこう喧嘩してね、うん、さこう落ち込んだりし、怒ったりしてるのが、こうふーっとこう共にいるということで、まあ自分もね、喧嘩しちゃったけども自己需要。まあ、自分を許す、うん、自分の悪いところも好きになる、そして他者を信頼する、お母さんのおかげだ、はい、そして貢献感、あ、ちょっと悪いことしちゃったかな、あの友達を信じてちゃんとこう謝りに行って良い社会作ろうかなっていうところ、うん、 そうですね、そういう人に育てたいという目的論に基づいて教育してるっていうことなんですよね。はあ、すごい、いや、システマティックですね。そう、これすごいシステマティックです。はい、はい、本にしっかり載ってますので、よろしければ読んでみてください。はい。